別荘には地下室があるよ。ああ、でもそこに逃げ込んだところで袋小路だぜ。分かってる。それでな、実は俺の所持品にプラスチック爆弾があるんだ。は？万一の備えだよ。それでその爆弾をどうする？爆弾を仕掛けて地下室に逃げ込んで別荘を吹っ飛ばす。安心しろ、モンロー効果で爆風の方向はコントロールできる。いやいや、俺の別荘なんですけど。だから言ったろ、損害が出るって。でも俺たちが死ぬよりかよっぽど軽いだろ。そうだな。うん、わかったよ。なあ、いいとも。別荘の一つや二つ惜しくねえ。その作戦で行こう。よし、じゃあみんな爆弾を仕掛けるまで時間を稼いでくれ。デビルダウンロード。よし、爆弾のセット終わった。地下室へ急げ。